灰原の和紙を使った作品。明治時代灰原は東京都中央区日本橋に本社を置く和紙穂。正式称号は株式会社灰原。文化3年の創業以来200年以上続く老舗である。和紙、和小物、便箋、金風、のし袋などの商品を取り扱っている。初代ス原や佐助が江戸日本橋に細かみ屋を開業したのが始まりと言われている。 また、岩碑を原料とする岩碑紙を江戸の庶民に最初に売り出したことで有名である。竹久夢二が欧州に旅立つ時に四代目当主がこれを援助するなど夢二と関わりがあり、夢二の作品をエブートーや便船ンン、千代紙などで売り出し、現在でもそれら夢二の手掛けた商品を販売している。夢二の他にも柴田正信や川辺京斎、川瀬智泉、 川端玉将、伊藤新水などの絵師とも交流が深く、彼らの残した死体を多く所有し、一部は、内輪絵などとして復刻され、店頭に並んでいる。ウィン万国博覧会、パリ万国博覧会に、日本で初めて和紙を出品し、法上を授与した。この看護州に渡った、灰原製の和紙は、イギリスのビクトリア・アルバート美術館、グラスゴー美術館、 フランスのルーブル美術館に併設されているパリ装飾美術館などに現在も保存されている。大正時代以降の産業発展に伴い各方面に押し寄せた自動化、省力化の波に対応すべく日本で初めて計測記録誌の国産化に成功し以後改良を重ね現在でも神楽坂工場を中心に国内さらに諸外国へ当該商品を販売している。 2015年5月20日、再開発で建てられた東京日本橋タワーの敷地の一角に独立した店舗として日本橋本店を新装をオープンした。その建物は2016年度グッドデザイン賞を受賞した。ありがとうございます。